1980年代のニューヨークを舞台にしてるんですけどもその時代のニューヨークといえば華やかな印象だったりにぎわってる印象があると思うんですけども政治の方は共和党政権この物語の中にエイズというトピックスが出てくるんですけどもその病気に対して政府が対策を打たずにどんどん蔓延していくという状況の中でその2人の男が あのー、映像を発すするわけですけでども一、まあ、人はゲイとして生きるプライヤーという人物とでもう一人は赤狩りで、まあ、有名であった法律家のロイ・コーンというある,ある種のまあ権力を持ったこの2人の男映像を発祥した 男とそこに関わるあの人物たちが生きるか死ぬかっていうことでどんどん橋が進んでいくんですけどもほんと8時間あるんであまりこう平たくっていうのが難しいんですけども病気になったことでパートナーと共に生きていけるのかっていう恋愛ドラマあり今こういう状況に置かれているニューヨークの中でどう自分の考え方を変えていくべきなのか変化させるべきなのか っていう,こう哲学的なドラマであったり、まあ、社会的なドラマであったり、病気の苦しみから見えてしまう想像であったり、えー、妄想であったりっていう,もうファンタジーの部分であったり、ユダヤ人人種のことであったりってまあいろんな要素が絡みながらまあ8時間進んでいくという、えー、ドラマになっています。いろんなエピソードがキュッとまとめられてシーンが重なっていってるんで展開が目まぐるしく変わる作品かなと思います。 2010年以降かなネットが世界的にも普及して一般化して西側視点のグローバルニズムっていうのがまあこの日本でも大きく押し寄せてると思うんですけども価値観の過渡期に今ちょうど来てるのかなっていうふうにえと僕は思っていて生き方であったりとか他者に向けた眼差し端的に言ってしまえば。 偏見であるとか、そういうことっていうのが、今の日本でとてもあの過渡期に来てるかなと思うんです。そういった時にこの80年代のこう。映像を軸にした。この物語が今僕たちに投げかけるテーマがとても強い作品だなって思うんです。結構こう。日本って。 同性婚を認めてない国としてはもう世界の中でもかなり先進国の中で珍しい国っていうふうに言われてしまって相当そういった意味ではこう世界の価値観の進歩にちょっと置いてけぼりにされてる中でこの30年前に書かれた物語が今僕たちの道しるべになる可能性がとても強いんじゃないのかなっていうふうに思うんですね。時代性であったりニューヨーーヨクゲイカルチャー っていう一種独特に見えるこの物語なんですけども実はその先にはとても今のこの時代性と普遍性を兼ね備えでててとても今見る僕たちに響く作品になるだ,なだろうなと思ってあの上演を決めました、ねはい、なんかシンプルにとってもこうメッセージっていうのがダイレクトにこう伝わってくるあの勢いが熱量がこの「 物語がにはあるんでそこを感じ取ってもららえたいいいなって思いま,すまあもちろんそのそういったこうメッセージみたいなのはとても強いんですけどもなんかこうどん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 あの展開が <laughs> 進んでいきますし変わっていきますんで本当あっという間に見れてで最後にはなんかそういったメッセージが伝わる作品だなっていうふうに思います。 今考えている演出プランっていうのは本当いろいろもうありすぎて今回8人のキャストがいてまあ何役もえと皆さん演じるんですけどもでもその役の掘り下げ方っていうのがとてもこう深く広く書かれてるんでこっちの物語だなと思ったら今度あっちの物語だなっていうふうにどん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 ,どんこう目まぐるしく変わっていく様をスピーディーに見せていく。 たいなっていう風に思いますんでまあ、そういったスピーディな変化の中にも燃える本であったり、ね、<laughs> 天使がまったりだとか光るはしごだとか <laughs> いろいろこう <laughs> 出てくるんですけどもそういうのをちょっと楽しんでいただければなという風に思いますね毎回やりますね。もちろん作品を立ち上げるための手がかりとして史実ではこうだったとか分かっ っててなないいとこう演出できないっていうちょっと大行なるんですけどもそういうのを分かってるとなんかこうイメージがどんどん広がっていくっていうのかなで僕にそういう,こうイメージがあるとキャストもスタッフもそれにこう広がってってくれるっていうのが経験値としてあるんで何よりもそれを共有してえっと表現につなげるっていうことが大事だと思うんであのなるだけえああいうのを作ります、まあ、特にに今回は頂戴になってます。 こういう資料があってこういうイメージなんだよねっていうものをこう写真とかでパッチワークするんで演出者はなんかやっぱ現場の土台になる存在じゃなくちゃいけないかなっていうふうに思うんでキャストスタッフがむしろそのイメージで膨らませてきてくれた表現をどう生かせるのかっていうのを一応土台はあるけど更新しながら。 ほんとその演出家100人いれば100人違うやり方があるしそれぞれの色っていうのがあると思うんですけどやっぱり僕はこう絵っていうのかな構図を大事にしたいその構図って何かって言ったら美術であり照明であり衣装であり音響でありそしてキャストの演技声っていうのがなんか複合的に合わさった時にそれが一つこうバチッと全部がこう。 えと相互作用が取れてあの表現になってるっていうのをちょっとこう目指したいなって思っててそれぞれが独立してたらなんかあんま意味がないんですよねだからなるだけその演出者としてそれをこうこうまとめて一つのこう絵としてつなげていきたいっていうそれがその積み重ねが一つの作品になりたいっていう思いはあります。 2回目の演出ということで本当ありがたく <laughs> 今回もやらせてもらってあの前回の「キラレのセンター」の時も本当あのオーディションの際に応募してくださった方々のやる気にこう打たれるっていう時間を味わって「キラレのセンター」の時は特に今あいた時代劇だったんで。 まあこう所作だったりだとか動きができるかなっていうのもチェックしながらそのセリフの温度だとか熱量っていうのもちょっとこう見ながらオーディションをしてったんですけども私今度「エンジェルス・イン・アメリカ」の場合はニューヨークのコミュニティなんでこの生活感っていうのを応募してくださった方々は持ち込んでくれるかなっていう,ふうのを見てたんですけどいやなんか 今回ののエンンジェルスアメリカのオーディションもうちょっとこうそのやる気にこう打たれたみたいなところがいましてあもう本当やるや,やるんですねあなたがっていうやりこの役をやるためにここに来たんですねっていうのがもう目に見えて分かって作り込んできている方があるやっぱそういう方と会うと方々と会うとやっぱなんか同じ作り手として。 日本の演劇って面白くなるよねとかってちょっとこう結構壮大なスパンで同じ演劇人としてあのすごい演劇を盛り上げたいっていう気持ちにもさせてくれるんであのとてもあのいいあの試みだと僕はいつもこのフルオーディション企画そう。 ぜひ最後を楽しみにしておいてもらいたいんですけどもああこういう人間関係ってあるんだなっていうのが最最後の最後のにこう見えるんです、ね、なんかそれはなんか僕の感覚からしてみると夫婦っていう枠組みだけじゃなくて愛情であり友情でありっていうものが線引きされない何かこうあの関係っていうのが最後こう出来上がってこう物語が閉じていくっていうのが僕はここが一番の見どころである あるかなっていうふうに僕個人がとてもすごい好きなシーンですね。演劇を始めた頃にこの作品に出会ったんですけどもやっぱとってもなんか疾走感のある物語だなってもうほんと8時間があっという間で刺激的で最後の最後にあこういう物語なんだってうこうぶわって余韻に浸れるっていうどんどんこの進んでいくスリリングさをなんかひぜひなんかこう皆さんも味わっていただけると嬉しいなっていうふうに僕は いつか手がけたいと思っていた作品なんですけどもアメリカの社会を描いてかつその1980年代をピンポイントにしている物語って今の日本で上演するのって僕はすごい難しいと思ってて上演する機会はないだろうなってずっと思ってたんですよねだけどそのコロナ禍以降ですかね僕たちはなんかこういろいろ考えることが多かったと思うんですそれはもちろんその感染症との向き合い方もそうなんだけど 他者との向き合い方、それから自分が暮らしている国の政治のあり方だったり、本当そのいろいろそれまでも日常っただ考えなかったことを僕たちはすごい考えることになったと思うんですよねでもそういう経験を経てなんかこの物語を今上演するっていうのはとてもなんか僕は意味がある。 この「エンジェルス・イン・アメリカ」をこの2023年の今の日本で上演するっていうのはあのとてもいい機会に恵まれたと思いますしあの長年の <laughs> 夢と言ってしまうとちょっと大御なんですけども本当やりたかった作品を上演できるので是非ご期待いただければなっていうふうに思います。